はい、本日はですね、こちらダウンジャケットの皆さんの悩みを聞いていきたいなというふうに思います。ということで、先日ですね、 YouTube のアンケートの方で皆さんどんなダウンジャケットに悩みがあるんですかっていうのを取らせていただいたらですね、まあまあいろいろと声をいただきました。で、今回これ出てる中以外にもこういうのちょっと悩んでんねんっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、まずアンケートの、順位からいきたいなと思うんですけど、まず第4位、何買えばいいか分かりませんと。これ何買ったらいいんですかって。ダウンってもう言い出したらキリないじゃないですか。で、僕の動画見る前はね、へえ、ダウンってどうせ高かったら生きてんやろうと、そんなもん安いやつ買っとったらええねんと思ったけど、僕の動画見出してから、おいおいおい、洋服に性能があるんかいなと。性能あるんやったら話変わってくるやん。レザーが今までかっこいいと思ったけど、レザーって雨弱いんかいな。ほんならちょっと防水の方がええやんけって、防水はまた高いやないかいって、こういろいろとこう考えていくじゃないですか。何買っていいか最終的に分からんっていうことになりますので、まあそういうところでね、悩んではるっていう、こう素直な意見もありました。で、その次にね、多かった悩みとしてはですね、第3位、ダウンの抜けが多いということで、これは後でコメントのね、発表もするんですけども、ダウンが抜けてるのが非常に困るんですっていうお声もね、多かったです。まあ最近はあんまり出づらいような仕様になりつつありますけども、やっぱりそれでもまだ内側はちょっと甘かったりするんですよ。外側は完璧やし、まあこういったね、レザーのダウンジャケットってあんまないけども、こういうタイプはもう完全に外からね、抜けてくることはないです。ただこういう中からは抜けてくるようなことありますけども、パッてこの間自由行ったら、レザーのフェイクレザーやけどね、フェイクレザーのダウンジャケットあってね、おいおいおい、自由こんなも作ってんのかよと思ったんですけど、またそれは比較は比較で、また別でやりたいなと思います。あの、ヌプシにそっくりのダウンジャケット自由でありましたんでね、お、それちょっと比較したいな。あれダウンではないけど、あっちはダウンじゃなくて、中綿やから、人工の綿ね。で、こちらヌプシの方はちゃんとダウンやねんけどもね、そういったところもありましたと。で、次、第2位ね、大型っていうのは、着膨れしちゃう。やっぱりどうしてもね、これ皆さんにパッて見てもらっても分かると思うんですけども、まあ僕結構ね、ダイエット今現在成功しております。ダイエット成功してるからシュッとしてるんですよ。で、日本一周で視聴者さんに会ったら皆さんに言います。あれ、タクゾーさんって意外とシュッとしてますねって。まあ細いですねっていう風に言われるんですよ。そうなんです。画面ではちょっとあの着膨れしちゃってるんやけども、やっぱダウン着てるとね、どうしてもこう着膨れしちゃうっていうところはね、まあ仕方ないかなと思うんですけども、まあこれでスタイルとか、ちょっとファッションがね、ちょっと難しいっていう方もいらっしゃったりするみたいなんで、第2位では着膨れ。そして第1位、最も多かった意見としては何が多かったかというと、とにかくクリーニングがめんどくさい。もう着るのはいいし、別に保管するのもええんやけども、そのクリーニングに出さなあかんっていうところがめんどくさい。家で洗濯機で気軽に洗えられへんし、クリーニング出そうと思ったら意外と結構値段するでしょ。まあ安いやつやったら2000円ぐらいでできたりするかもしれんけども、あのちょっと革質違うとかね、ちょっとどっかにリアルファーが使われてたり、こういうタイプとかやったらね、一気に5000円とかまで値上がってくるんですよ。で、それ普通のクリーニング店ですよ。普通のクリーニング店でそんなレベルやから、モンクレールが専属でやってるクリーニングとか、あとミズサーダウンが専属でやってるクリーニング店とかはもっと値段しますけどもね、まあ普通の一般の街のクリーニング店でそれぐらいするし、あと出したり取ったりしに行くのがめんどくさいってことなんで、まあとにかくクリーニング取り扱いがまあ邪魔くさいっていうお声がね、まあ多かったのも非常に納得の答えかなと思います。で、僕以前ね、あのヌプシじゃなくて、バルトロをね、洗濯するっていう動画上げさせてもらったんですよ。で、それはね、たまに視聴者さんからコメントいただいて、あの今年バージョンのね、バルトロの洗濯の仕方を教えてくださいって言われるんだけど、全く同じ、前作ったのと同じやから、それちょっとね、はっきり言ってあの動画一本飛んでって、こうやってね、ただただべしゃってるだけってもう瞬殺で撮るんですよ。僕はまあ今回の動画多分10分ぐらいやけど、喋ってるのマジで12分とか13分しか喋ってないのに1本仕上がるんですよ。ただあの洗濯動画はとにかく時間かかるんですよね。だから僕あんまり撮りたくないです。ただもし皆さんがこれどうしても撮ってというお声が多ければまた撮りますけども、今のところはちょっとめんどくさいから前のやつ見といてくださいと、まあ、やり方は全く一緒ですっていうことなんですけども、そんなことでね、自分でももちろん洗えるんですけども、まあクリーニングはもっとめんどくさいよねと。出しに行ったり取りに行ったりするのもめんどくさいし、なんか今預かってくれるところもあったりはするんですけどもね、まあそんなん邪魔くさいよねっていうことはありました。他にもね、少数なんですけどコメントいただいているのもありまして、でコメントね、こっちに、まあ下かどっかに貼ってると思うんですけども、まずね、22年版のヌプシを、日本ヌプシ着てるけどもすでに抜けがすごいということでね、まあ、これ22年版の、ヌプシジャケットになってるんですけども、なんでこれ22年版とか21年版とかっていうかっていうと、今年から変わったんですよ。22年から仕様若干変わってるんですよね。サイズが大きくなったりとか、あと使ってる素材とかが変わってるんですよ。テープのベルクロの素材とかが変わってるので、ちょっと若干仕様変わってるんですよ。なので2021年までのモデルと2022年のモデルではちょっと若干仕様が違うで、仕様も違うし、まあ、サイズも違うということなんですが、まあそういったところでね、あのやっぱサイズがちょっとワンサイズ横に大きくなるだけでもね、中の羽がね、こう当たりやすくなって、こう破れやすくなったりとかするし、逆にワンサイズちっちゃくなってもそういうことが起きたりとかするので、そういう微妙なちょっと数変化するだけ
で結構変わるんですよ。だからまあそういったところでね、まあそういうコメントがありました。まあ僕来てないからはっきり言って分かりません。ダウン受けてるか知らない、もう全然知らないんやけども受けてるらしいですわ。はい、で次がね、ダウン装着して、装着っていう言い方よ、ダウンって装着するもんかどうかわかんない、まあ装着しましょう、装着するじゃないですか。で都内とかで通勤ラッシュに乗ると滝のように汗出る、これねほんまにその通りだと思います。っていうのもね、僕先週関東行っとって東京で電車とかも乗ってたんですよ。めちゃくちゃ暑いから、東京の電車これ夏かなと思うぐらいめちゃくちゃ暑いんですけども、多分それ人がおるからでしょうね。人が多くて、でそもそも都心自体があったかいじゃないですか。あったかいというか、まあ、そんな寒くないじゃないですか。だからなおさらね、ちょっと電車乗る方はね、はっきり言ってダウンいらんって言われたらいらんと思います。それやったらどういう方が使えるというと、やっぱり今はないけども、このアークテリクスのアトム AR フーディーとかね、この辺りの中間着を掘り込んどくとちょっとした冷えとかもいけるし、まあその辺は使いやすいんちゃうかなと思ったりするんですけどもね、まあ、対策としてはそれぐらいかな。あとなんかこの間視聴者さんに聞いたらね、東京の電車駅満員すごすぎて、満員電車で押し込まれるじゃないですか。ほんなら中のリュックの中に入ってるお弁当箱が潰れたというね、都市伝説があるぐらい埼京線っていうね、東京と埼玉を結んでるのはもうめちゃくちゃ混むんですよっていうのを教えてもらって、それちょっと動画で言いますわって言ってね、ここでパクらせていただいてますけども、それぐらい人が多いのでまあ暑いでしょうと。でダウンジャケット着た時にカバンってどうしてますかと、休日に友人と会う時とか外出先にパソコン持ち歩く時とかっていうことなんですけども、これ誰に聞いてるのか、僕に聞いてるのかな、ちょっとわからないですけど、僕は使ってるカバンはね、もうしばらく2年ぐらいこれですけども、ブラックエンバーの何やったっけな、フォージっていうモデルかな、これを使っております。でまあここに表のとこにコーヒーとか入れる用のなんかこう手持ちする用のこんなんあったりとか、あとここにクリッパーつけてるのでこうぶら下がれるようにしてて、こんなとことかにポンってかけたりとかできるので、まあカフェとか行った時はね、こういう使い方はしてますけども、この一番後ろがタブレットとかパソコン入れる用のクッションも入ってるんで、まあ、僕はこれ使ってるんですけど、これも結構人気らしいのでなかったりはしますけどもね、まあ、ちなみに僕に聞いてたら僕はこんな感じで使ってます。でもし他にもこんな使い方してるよということがあればね、教えてください。例えばダウン着た状態でのシルエットってどんなもんかって、ちょっとどう見えてるか自分では分かってないんですけども、まあこんな感じの四角いリュックなんでね、まあカジュアルじゃカジュアルかな、ちょっとわからないですけど、そんな感じで使っております。ね、このカバンね、優れてるところがね、これが今20リットルって大きさなんやけども、この真ん中のところにチャック開けてあげると広がるんですよ。このビヨンってこれぐらい広がるからね、これで30リットルまで広がるので、旅行とかには重宝しますけども、ただいかんせんこれ売り切れの可能性あるから、その時僕よく使うのはこれですね、マンティス26、これも結構使います。普段使うのはこのフォージやけど、旅行の時とかはマンティス2か、あともう一個なんていうカバンか忘れたけど、それをよく使ってますけどもね、そういったことで、なっております。でその次、サンダージャケット買ったけどダウンめっちゃ抜ける、ちょっとサンダージャケット見当たらんかったら今ここに画像出してますけども、このジャケットもね、非常に軽くて特に都心は向いてると思います。薄いんですよ。だから一応ダウン入ってんねんけども動きやすいし、そんな暑くなりづらいのでいいんやけどもね、ただちょっと生地が薄めなんですよ。だからダウンが抜けるって言われたら、まあ確かに抜けるっちゃ抜けるやろうなと思うんでね、ああいう薄手のジャケットって結局はこのアトム AR みたいにこういう人工のね、化学繊維で作られた中綿にしといたら抜けないんですよ。なんで、人工の中綿ってね、その羽がないんですよね。だから突き破ってこないんですよ。全部綿やから、こうワタワタワタってなってたら破ってこないんじゃないですか。ちょっとでも羽があったらね、やっぱ突き破ってきよるんで、まあ、その辺はダウンを使う上ではね、もう仕方ないというか、まあそういうところになってくるかなと思います。あとはまあ例えば都内のデートとかショッピングモールとかやったら、真冬でもダウン着てると暑いし汗かくしっていうことやってね、まあ、電車も暑すぎるってことやって、まあ基本的にダウンジャケットってあんま室内で着ること考えられてないからね。まあ、屋外で着るためのものなんで、まあ、もちろんねそういうとこはあるかなと思いますし、あとイオンモールの中が暑いということでね、イオンモールの中もそうなんですよ、暑いんですけども、まあ、基本的に室内じゃないのでね、屋外で、着るものなんですけど、パート2ということで、なっておりますね。でこれ多分狙いに来てますね。ダウンも頭も、毛が抜けるとテンションが下がるということでね、まあ、これはスルーしましょう。そしていいものは高すぎるとかね、あと良さげなデザインのやつっていうのは大体高いですよねと。で頑張って買っても車移動が多いから暑くて脱ぐんですよねということで、あまり着ないですよということなんでね、まあ、確かにダウンジャケットってもう思いっきり値段の差がクオリティに出ちゃうんですよ。だからいいものを持ちたかったらやっぱ高い値段出したらちゃんといいものが返ってくるけど、安い値段っていうのはそこそこのものしか来ないです。もう僕もアウトレットやったりなんやいろんなセレクトショップ見に行って、もうコスパええの探したろうと思っていっぱい行ったけど、やっぱりない。
もうほんまにやっぱ3万以下やったらもう3万以下のクオリティで、3万から5万のクオリティやったらまあ3万から5万のクオリティ、ただ10万超えるとやっぱ10万のクオリティということで、これに関してはもう出したのが正直に返ってきますので、洋服がお好きやったらね、そういうの高いのもいいかなと思います。でそれ以外にやったらですね、あったかいのはいいねんけど中に何着ていいかさっぱり分かりませんということなんですけどね、ダウンジャケットほど簡単なんですよ。何っていうと、ダウンって基本重ね着しないんですよね。で僕のチャンネルの方はもちろんご存知だと思うんですけど、地肌に近ければ近いほど保温力がこう溜まるんですよ。中の綿のところに保温力が溜まってくるので、重ね着しちゃうとその中の保温力がいかないんですよ。綿まで伝わらないので重ね着はしない。なんやったら僕見てくださいよ、これの中なんということでしょう、半袖なんですからね、これでも十分いけると。まあただ1月2月の東北とかは厳しいかもしれんけども、でも大体多分どこのセレクトショップとか洋服屋さんの店員さんに聞いてもね、まあ、大体皆さん裸で、本来なら裸で着た方が暖かさって出るんですよって、まあ要は絵頭2時50分スタイルが一番いいんですよっていう、多分どこの店員さんも言うと思うんですけども、まあ極力薄着の方がダウンはねいいかなと思ったりはします。あとはね、濡れたり湿ったりすると傘高が落ちます。その通りでございます。だから濡らすんってもう大敵というか絶対あかんことなんですよ。あの野球のグローブでしょ、野球のグローブね、あの片付けとか言ってね、こう湯にバーン突っ込んでね、なんかもみもみしてね肩つけたりするのあるんですけど、皮は濡らしたあかんのでしょ。でやけどプロの人はそれを注意しながらできるじゃないですか。その感じでダウンも基本は濡らしてダメなんですよ。だけどクリーニングとかはそれを注意した上でドライクリーニングしたりとか、あと自分で洗う場合もね、水とかも配慮しながらやっていくっていう、まあ自分を考えてねやらなあかんっていうことなんで、基本的には濡らすのは大敵で、もまさにその通り、傘高が減っちゃうから、このモコッとしてるのがちょっとちっちゃくなるんですよ。濡らしちゃうとペタペタになってくるから、ここまで戻すのがやっぱ難しいんですよね。でその時は僕いつもテニスボール突っ込めって言ってるんだけども、テニスボール突っ込んだら結構戻ってきます。まあそういう対処法がいいかなと思うし、あとはね試着とかしたいんですけど、人気のダウンジャケットって結局はもう店頭にないんですよと。だからどのサイズ着ていいか分かりませんと、まあ、だから僕みたいなのがいてるわけなんですよ。僕以外にも YouTuber さんいっぱいいてるけども、なんでこんなダウンの話とか着たりとかサイズ感とか言ってるかって言ったら、こうやって皆さんがこう迷った時に、あこの人の着丈やったらこれやねやったら俺はこれやなっていうのをね、少しでもね価値があるんじゃないかということで、まあ、やらせていただいておりますので、まあそんな感じです。まあ、ちなみに僕なんか山ほど買ってるから失敗だらけですよ。あサイズめちゃくちゃ間違ってるとか、あこれ思ってたんと全く違うとか、もうそんなことだらけ、もうほとんどそんなことないけども、まあそういうことでやってるということになってますね。はい、ということで以上ね、皆さんのダウンの悩みでした。まあいろんな悩みありましたね。ダウン自体の悩みもあれば、コーデとしての悩み、あと小物何したらいいのとか、こういろんな悩みがあるんですけども、今のすべてほとんど過去の動画で全部喋っております。まあ今も喋ったけどもね、いろいろ喋っておりますので、皆さんぜひね見つけていただいて、ちょっといろいろ参考にしていただければなとは思います。でね、こんだけ喋りました。僕暑くなりすぎたから上脱ぐぐらい喋って熱して喋ってんけど、あそういうことなんで、これで分かったでしょ。ただ来年になってみてください。てっきり忘れてるから、何のことかさっぱり分かる。えダウンって何やったっけな、何が悪いんやったっけな、水が悪いんやったっけ、何やったっけなって、せっきり忘れてると思うんで、またそうなったら僕が喋り出しますので、皆さん楽しみにしてください。ということで本日ですね、ダウンの皆さんの悩みをご紹介したという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。